丁治岩は、中華民国の軍人、ジワニイを。はじめは、北京政府の直霊派、後方天派に属していたが、後に、国民革命軍に益死し、中央軍を指揮して、日中戦争、国境内戦などを戦った、諸家としても知られる、東海県城北富安村出身、長治隆の子、幼い頃より、儒学や詩文に親しみ、当初は、 旧学を学んでいたが、侵害革命後の1912年3月、チャンスー陸軍工部堂第一期不評価に入学し、同年11月に卒業した。まもなく小忠氏が市長を務める高中トンのチャンスー陸軍第16司令官の第32旅に配属され、配長となる。二次革命失敗後、第32旅が解体されると軍を去るが、 北洋政府の第一次世界大戦参戦が決まると、軍に復帰。チャンスー陸軍軍艦教育男性番第一期を受ける。1916年11月の終了後、陸軍第76根成旅不評第151、弾布となり南通り、海門一帯の防衛に当たる。その後、直令派と敵対する路軍に倶えし、助言戦陸軍第23主婦。 1925年春には、中高昇進と同時に、主任参謀、まもなく参謀長兼内関軍、第二、第七方面軍前敵総司令部参謀長となった。その翌年には、第六軍少将,将、参謀長兼近異軍中路総指揮部中上参謀、長を兼、1927年には、内関軍、第二素総指揮部参謀長となっている。北伐が進行すると、 朝総省は敵対関係にあった直令派の孫伝法と連携し時期の連ね軍を結成するが、上海、南京が陥落し選挙区は覆せない状況となっていた。1928年、助言戦が北京政府を見限って国民政府に液死すると、帝もこれに追随。同年6月、帝は国民革命軍第一集団軍第6。 軍団部中将参謀長に任命されている。北伐終了後の軍縮に伴い、第6軍団が第48師となっても、引き続き少々参謀長を務めた。1931年2月、帝は中国国民党に加入し、同年5月、第10軍第11師、第121旅び長に任命されている。1933年10月、 陸軍大学生則班第十二期に加入し、九百三十六年十一月に卒業した。日中戦争勃発直前の九百三十七年春、第四十一市副市長に任命され、勃発後は南京保衛戦にて住処、隅か霞さんの防衛に当たる。保衛戦その中の十一月に市長に昇進した。南京陥落後、帝は第四十一市を率いて、 徐州海戦、武漢海戦、随夏目海戦等に参戦。1939年11月、陸軍中将に昇進し、第2次、第3次の調査海戦に参戦した。1942年1月、でおさいわは、第9戦区において、第27集団軍、第26軍軍長に昇進し、節海戦や長江海戦を戦う。 1944年8月、桂ツ海戦に参戦したが、敗戦、損害を喫して一時免職処分を受けた。しかし、翌1945年、第27集団軍副総司令権、第26軍軍長として復帰し、小政海戦を戦う。間もなく、帝は、中国遠征軍第4方面軍副司令官に任ぜられ、 アメリカ軍との共同行動で功績があったために、シルバーオークリーフ自由勲章を授与された。戦後、テ治オサムイワは、第二水税区副司令官とチンタを、警備司令権行政長官を兼任した。1947年12月、第11水税区司令官に昇進し、引き続きチンタをの守備を担当している。1948年9月、 チャンス商政府主席兼チャンスー水税総司令、チャンス商党部主任委員などに転じた。1949年、第一水税区司令長官に任ぜられ、中国人民解放軍の長江とかを防ごうとしたが、敗退に終わった。その後もしばらく編第一軍を編成するなどして、懸命に各地で抵抗を続けたが、1950年6月、 朝鮮軍と経由で台湾に逃れている。以後、相当不国策顧問を務めた。1988年3月8日、台北市にて死去。去年95。ありがとうございます。